大丈夫ですか。はい、では代表の質問させていただきます。はい、よろしくお願いします。まあ、ドローはおそらく、まあ、想定内の範囲だったとは思いますが、改めてドローを終わって、まあ、オリンピック争いという意味合いを兼ねても、結構重要な大会の直前になったと思いますが、先生のご心境としてはいかがでしょうか。まあ、組み合わせを見る中でですね、まあ、それも想定内の部分ではあるんですが、海外勢との戦いはもちろん、また国内のですね、やはり、まあ、怪我等で何名かは抜けているとはいえ、日本のトップ4が集まってのこの試合というものにおいてですね、この両面非常に、楽しみな戦いというのが数多く見られるんではないかなというふうに思っていますので、まあ、チームとして、いい結果を残していけるように、またチーム一丸となって戦っていきたいなというふうに思っています。この大会で、来年の世界選手権の代表をかけている2人がいます。この2人に関してはいかがでしょうか。そうですね、まあ、昨年度もその戦いというもの、まあ、やはり2020年に向けてはより一層こう意識というものを持った上で戦っていくのではないかなというふうには思うんですが、まあ、2人ともまあ、準備というものにおいてですね、しっかりと行っているようにも見えましたし、まあ、明日そういういろんなプレッシャーを抱えながら、また、新たなこう自分自身の世界に、の戦いというものを含めた上でですね、どのような試合をしていくかというのは非常に楽しみにしたいなと思っています。特に阿部一二三選手に関しては、まあ、ハンバール選手がいなくなってしまったのもありますけれども、おそらくその、まあ、もう勝つのは若干当然のエリアに達しているのかなとも思うんですけども、いかがですか。勝負は分かりませんので、分かりません、はい、戦ってみないと分からない、まあ、現時点で世界チャンピオンでありですね、まあ、調子も悪い状況ではないんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、明日のどういう試合をするかというのを非常に楽しみにしたいなというふうに思っています。そういう意味で言うと、逆に世界選手権では残念な、まあ、結果になってしまった重い方の階級ですね、まあ、チャンピオンクラスも、外国勢が多い中、一つ試金石になる大会になるかと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、世界選手権を振り返る中でも90キロ級以上というものは一人も決勝に進むことができなかったという部分において、まあ、非常にこう反省点というか課題に残った年だったのではないかなと思っています。まあ、その部分というものにおいては、やはり全選手ともですね、強烈にこう意識をしている部分というのがあるでしょうし、また裏を返せば、まだまだ誰が代表になるかわからない、それというふうにも置き換えられるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、来年の世界選手権がおのずとまた2020年非常に近づいてくる中で、今大会はですね、とても重要な部分を占めているんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、それをどれだけ強烈に意識していきながら、そして戦いに出していけるか、そういうところも含めた上で見ていきたいなと思っています。今のお話少し掘り下げさせていただくと、まあ、おそらく首脳陣へのアピールという意味合いも含めても、求めていく試合内容、彼らに見せてもらいたい精神面あると思うんですが、どんなところに、先生は重きを置いていきたいですか。一つは我々が世界の代表というところの選考というところでも、まあ、皆さんにもですね、なんと幾度となく説明はしている部分というのがあるんですが、やはり世界で勝てる選手がやはり絶対的な条件でありますし、またその中でもですね、国内でも国際大会と国内大会のミックスされたような大会で、まあ、上位の4名が出ている中での戦いになってくると思います。まあ、そういう中でもですね、国内争いにおいても頭一つ抜き出ていけるチャンスの大きな部分を占めた大会じゃないかなというふうに思ってますので、まあ、その両面を多分みんなは意識しながら戦っていくでしょうから、その中でもベテラン勢からですね、代表争いを挑む者、内定を挑む者もそう、また若手も全部含めてどのような試合展開をするかというのは非常に楽しみにしております。あと2問だけお願いします。73キロ級大野選手、これ一つまた代表戦線への、まあ、トップへの復帰という意味でいうと、一つ勝利を飾りたい大会になってくると思うんですけども、うん、先生の目からどうご覧になっていますか。もう本人が一番それを強烈に意識しているんじゃないかなというふうに思っています。まあ、本人にもですね、まあ、今日の調整練習を見た中ではしっかりとした準備というものを行っていましたし、まあ、気持ちの面もですね、
非常に充実したような顔色をしてましたので、まあ明後日かの戦いは非常に楽しみかなというふうには思ってます。あと最後にもう1点だけ、内定システム、まあ、1年去年、この大会から始まった内定システムなんですけども、見事に、世界選手権で、まあ、勝つという形での、一つ結果を見たあの内定システムだったと思います。まあ、今年も継続という形になったんですけども、その後どのような検証をされていて、まあ、一つまあ成功と見ていいのかどうかも含めて先生の見解を教えていただけると。そうですね、まあ、1年目の取り組みでありましたから、まだまだこう全てが見えているわけではなく、また1年2年経つにつれてまた状況も多少なりともですね変わってくる部分があるので、そこら辺も全部含めた上で今後のその内定システムにおいてもそう、またその他のやる選考というところにおいても考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうには私自身は思ってます。で、まあ、今年1年振り返る中で、まあ、2人がやはり内定をシステムを勝ち取って、そして2人が金を取ったというものは、まあ、一つはやはり豊富な準備ができたというところは非常に大きかったのではないかなと、また柔軟な準備ができたということは非常に大きくメリットとしてあったんじゃないかなというふうには思いますので、まあ、本当に先ほども言ったようにここからまたちょっと環境が変わってきたりする部分というのがありますから、それも含めた上で今後どういうふうな対応をしていかなければいけないか、またいわば来年となってくると2020年の選考になってきますので、この2020年で勝つためにはどうしなきゃいけないかというところを考えた上で、また皆さんと知恵を絞りながらやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。代表以上にしたいと思います。いかがでしょうか。大丈夫ですか。では、ありがとうございました。